GoToRec, GoTo キャリアの窓口にお越しいただきありがとうございます。講師の長田国広と申します。よろしくお願いします。キャリアの窓口では、キャリア事実に関するテーマをシリーズ化していきます。キャリアの窓口に立ち寄れば、将来のキャリアの不安や、 迷いが吹き飛び、自分のキャリアを自分で切り開いていけるようにサポートしていきたいと思っています。キャリアの窓口でぜひキャリア自立について学んでください。今回は第4回目の自分のキャリアと向かい合う実践編について ご紹介をさせていただきます。キャイヤは自分の生き様を表現したものです。人生そのものをナラティブに語ることでもあります。ユングは人生を一日の太陽の運行に例えて表現をしました。 図にあるように、人生の午前、人生の正午、人生の午後と表現しています。人生を4つの時期に分けています。人生の午前が少年期、成人前期、人生の午後が中年期、老年期です。 人生の午前は自我の確立をすること。人生の午後は自己実現をすること。自己実現のことをユングは補正化と言っています。人生の正午は人生の転換期でもあり危機の時期と言っています。これを受けて アメリカの心理学者のレビンソンは中年の危機と言っています。転換期では悩ましい時期だと想定できます。私も人生を振り返ってみるとそうだなと納得ができます。この時間軸の捉え方をキャリアデザインにも活用したいと考えています。 この図は山登,山登りのキャリアデザインと下山のキャリアデザインとも捉えられます。山,山登りの強さもわかりますが下山の方が難しいと思います。なぜなら死とどう向き合うかという本源的な問いかけに自分の答えを出さなければならないからです。 ユングは人生の正午を危機の時期と認識していますが、キャリアも同様に、ヤングミドルからミドルシニアの時期に、どのようなキャリアを描き、キャリアをシフトしていくかがポイントになると思います。本講義では若手社員、 ミドル社員、シニア社員に分けて、キャリアデザインのキーポイントと乗り越えなければならない壁について説明をします。キーポイントについては、自分を企画するときの軸足が違うことから説明をしていきます。図にあるように、若手は want, ミドルはマスト。シニアはキャンを軸足にしてピポットするという考え方です。以上の内容を目次にして説明してまとめます。まずはじめに自分企画。これについては 編の復習から入ります2番、3番、4番は先ほど説明しましたユングの人生曲線に合わせて説明を進めてまいります。2番目に若手社員のキャリアデザイン。3番目にミドル社員のキャリアデザイン。4番目にシニア食品のキャリアデザイン。最後については まとめをしたいと思います。ぜひ一緒に自分企画をしましょう。多くの方のご参加をお待ちしております。ご清聴ありがとうございました。